台湾の皆さん、どうもこんにちは、ザ・バクホンです。こんにちは。こんにちは。今走り出すどこまでも新たな旅路を行く、決して繰り返ることなく、この限りない情熱で嵐の日々を越える、いつか晴れ渡るように。ザ・バクホンがですね、この度、うん、20th アニバーサリー、オールタイムベストワンマンツアー共鳴祭りのですね、追加公演ということで、台湾でワンマンライブすることが決定いたしました。ありがとうございます。1月の19日日曜日でございますね。まあ過去に何度も、台湾の行かせてもらってますけども、久しぶりにちょっとね、ワンマンで、しかもこの20周年のタイミングで行けることになっておりますので、楽しみですね。これは楽しみだね。やっぱりこう台湾のお客さんも非常にこうバックホンのライブをね待っててくれてる感が毎回ありますので、今回は、非常にこの皆さんも溜まったパワーをね、ぜひこうやりましょう、出しておきましょう。人気もも嫌われもも、みんな仲良く、壊れもさ怒りも寂しいも甘えんも期間もに暴れも、以前に悪い前にいい悪に悪い悪にも、なんかどうですか、台湾の思い出、皆様なんかありますかね。どうですか、あの各々の名前をこう覚えてますか。いや俺は思い出せない。俺が覚えてないですか。ガンファン・グァンジョーみたいな。ああそう、サンティン・チャンス、サンティン・チャンス。いや俺もうちょっと確認します。もう一回もね、確認した方がいいですね。やりましたね。そんなこともちょっと教えてもらえるようなね、ちょっと旅したいなと思ってます。ワンマンで行くのはね、リブスコールのツアー、久しぶりだな。5年ぶりですかね、約 ね意外と、意外と5、6年ぶりだし、で今回はやっぱりあの、ね、20周年ということで、いろんな時代の曲たちをやるので、楽しみにしてほしいですよね。そうだ、その時にそうだ、世界中の花束を、の2番のサビを確かで北京語でこう歌ったんですか。そしたらライブ終わった後、ファンの方に、何歌ってるかさっぱり分かりませんでしたって言われて。やるもんじゃないんですね。気持ちだけどね。嬉しいのはさ、皆さんあの日本語めっちゃ分かるし、そうなんですよ、だから日本語で聞きたいんですよ、やっぱり。そういう部分もね、まあ気持ちのね、気持ちのあれは、トムヨークには英語で歌ってほしいじゃないですか。トムヨークに日本語で歌ってほしいから、その気持ちは。なるほどね。僕らはいつだって一人じゃない、ここにいるよ。未来がどんな遠く、世界が目覚めるあの夜明けに、手を伸ばすよ、溢れる心の想い。ぜひね、今回もどんなライブになるのか非常に楽しみにしていてほしいと思います。はい。アルバムも発売になっておりまして、オールインディーズ・ザ・バックホーンということで、インディーズ時代のアルバム、インディーズ時代の作品ですね、3作品を今回改めてこの4人で取り直しまして、2枚組のアルバムに収めました。またね、20年前の楽曲たちが、時を超えてまた素晴らしい仕上がりになっておりますので、ぜひそちらの方チェックしてみてください。台湾でも発売中ということになっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでぜひね、1月19日日曜日、台湾の、オールですね、ザ・ウォールでお会いしたいと思います。はい、ということでぜひ皆様ライブにお越しください。以上、ザ・バックホーンでした。ありがとうございました。谢谢谢谢谢谢